こんにちは、神戸市デイフィットの伊藤です。今日は胸郭出口症候群によって指先とか腕周りがしびれる方に対する、原因と、セルフケアの仕方についてお話ししていきます。まずは胸郭出口症候群がどういう状態なのかをお話ししていきます。胸郭出口症候群は前から見た絵を描いてます。これ前から見た絵で、ここ首ですね。ここに頭です。こんな感じであって、首から腕に向かってある腕神経叢と、動脈が引っ張られたりとか圧迫して起こるのが胸郭出口症候群です。で、胸郭出口症候群は3つ種類があると言われてて、その3つが、首の筋肉、斜角筋っていう筋肉で圧迫される斜角筋症候群、あとは、鎖骨と肋骨の間で圧迫される肋鎖症候群で、肩甲骨から肋骨にある小胸筋の下で圧迫される小胸筋症候群、この3つがあると言われているんですけども、小胸筋とか斜角筋を緩めようとしても、なかなか、胸郭出口症候群の方は改善していかないので、まずなんでそうなっていくのか、なんでなかなか改善しないのかっていう話をしていくんですけども、胸郭出口症候群になっている方っていうのは、もうほとんどの方がもう撫で型で猫背になっています。で、撫で型で猫背になっているので、それを改善していかないとなかなか良くならないんですけども、なんでそれで胸郭出口症候群が起こるかっていうと、ちょっと裏から見たら、後ろから見たら描くと、いい姿勢でいる人がこういう感じだとすると、撫で型で猫背になっていると、肩甲骨が下がって外に行った状態、こう巻き込んだ状態で外に行って巻き込んだ状態、こういう状態になります。そうなると肩も撫で型になります。で、それと同時に、これちょっと後ろからですけど、本来こういうふうにあった神経が撫で型になることによってピンと引っ張られちゃいます。神経は引っ張られることによって、神経にも血管があるので、引っ張られることによって神経自体の血流がめちゃくちゃ悪くなります。それによってしびれが起きてくるので、まずこの状態を何とかしないと、この状態で小胸筋だとか斜角筋触っても、この引っ張られた状態が改善していかないとなかなか良くなっていかないので、この状態を改善していく必要があります。なので、この状態を良くするための、セルフケアを今からお伝えしていきます。で、まず猫背姿勢になると、どこが硬くなってくるかというお話すると、まず横から見たらですね、これ、S 字があって、ここ骨盤ですね。猫背になると、まず一番大きいところで言うと、骨盤から腕に向かってついていく広背筋という筋肉が縮こまっちゃいます。なので、この部分が硬くなると、あと巻き込んじゃうので、前の部分もすごく硬くなるので、まずこの部分のマッサージをしていきます。胸郭出口症候群の場合は、ストレッチすると引っ張られていっちゃ痛い、しびれが起きちゃったり、痛みが起きちゃったりするので、マッサージの方がいいと思うので、まずマッサージをします。その後にいい状態にキープする、体操をやっていきます。ではまず、広背筋からいきます。広背筋の、簡単なマッサージは、腕を上げて、これこんな感じで、この肩甲骨の腕を上げた状態で外側からつまんでくると、この筋みたいなのを感じるので、この筋を触って、多分猫背になっている方っていうのは、すごくここピーンとした痛みが、ツーンとした痛みがあると思うので、この辺触って3秒ぐらい、1、2、3としっかりほぐしていきます。かなりここツーンとした痛みがあって硬くて痛いと思うので、この辺をマッサージある程度していただきます。で、これが1つで、これ下までいきますね。これ1つで、次はまた同じポジションで、これ、大胸筋と小胸筋この辺あるんですけど、ちょっと触り分けるの難しいと思うので、こっからこっち方向にこう触っていくと、また筋感じるので、ここを触った状態でつまんで、こうつまむ、恥してつまんだ感じ、
これでまあ1、2、3と、まあ、下まで全体的にやっていただきます。それこのマッサージをするだけで多分すごくあの後ろに行きやすくなって、あの背筋が後ろに伸ばせる感じがあると、やってない方は多分伸ばしにくいなって感じると思うので、まあ、両方やっていただいてもいいし、症状がある側だけやってもらってもいいですけど、これまず一つやります。でこの、あのマッサージである程度緩めた後に、今度はいい状態にキープするっていう運動をしていきます。で、あのこの運動はちょっと注意点があるので、あのまずやってきます。上げて下ろして引っ張るんですけど、これ猫背姿勢のままでタオル引っ張って、タオルあの下ろして引っ張っても多分猫背姿勢の人はもうここに入っちゃいます。なのでやってもすごく意味がない運動になっちゃうので、今聞かしたいのはここじゃなくて今猫背のままやっちゃうとこの上に入っちゃうので、肩甲骨と肩甲骨の間、ここに効かせるように運動したいので、そのやり方についてお話ししていくんですけど、少しお腹へこませて下から上に手を上げます。で下ろしていって、肘が肩甲骨、あの肩よりも下がらないぐらいのぐらいのところでタオル引っ張って、その後肩甲骨寄せます。そうすると背中の方にしっかり入ると思うので、この状態でいい状態、こう外に行った状態、肩甲骨が外に行った状態を内にしていって、いい状態をキープして上げるように運動すると姿勢が良くなって、引っ張られた状態が良くなってくるので、これによって胸郭出口症候群の、状態が良くなってきますので、まずはこの運動をしてみてもらったらと思います。ではこれで以上です。ありがとうございました。